こんにちは。今日は9月22日金曜日の農業日を担当する川崎さくらです。よろしくお願いします。なんかお昼だからさ、お昼だからなんかせっかくお昼にやるからちょっとお昼っぽいトークをしたいな と思いつつ、皆さん何食べたんですか？まだか。今ちょうどお昼ぐらい？今ちょうどお昼休みって感じなのかな。授業お疲れ様と、午前中のお仕事お疲れ様です。乃木曜日でこんにちはの挨拶したの初めてかも。確かに。そうだね。初めてだ。あ、レインボータイムみたいなやつ。ありがとう。なんか、星が降ってる。傘持ってきた？あ、そうそうそう。今日はね、ちゃんと傘持ってきたよ。でもさ、傘持ってきた時に限ってさ、話を止めようとしてるでしょ。そう、なんか、ありがとう、星。あのね、ちょっとさ、ちょっとだけ一回喋らせてよ。まあそうなんだけど、そうそう、傘をね、持ってきたんだけど、そういう日に限って雨が降ってなくて、結構そういうなんか、ついてないこと多い系の人なんだよね。あ、ありがとう。レインボータイムでも気にせず話していいんだよ、だって。じゃあ、遠慮なく勝手に喋りますね。ということで。まあ後でこの話はするとして、まずは農業日選手権をやりたいと思います。何回目だろう。まあいっか、何回目かの。で、今週の競技は色違いを引き続けようです。こちらのボックスにはですね、赤、ピンク、黄色、白、4色のボールが入っていて、中を見ないで1個ずつ引いていって、2回連続で同じ色を引いてしまったら終了です。州の中で最もたくさんのボールを引き続けられたメンバーには、ご褒美として素敵なプレゼントが贈られます。なので、ちょっと気合を入れていきたいと思います。箱の準備としてね、箱の中身をよく混ぜるって書いてあるので、いっぱい混ぜていきたい。めっちゃいい音 混ざってんのかな、これ。混ざってんのかな。いいか。じゃあ早速やっていきたいと思います。あ、すごいベストタイミングにやるじゃん。ちょっと1個引いちゃっていい？お、白。まずは白だって。ちょ、これ下置いとくね。見えないかもしんないけど。次にじゃん これね、同じ色が出たらダメなやつなんよ。絶対仕込まれてたって。もう、これはさ、記録何になるんだろう。2？ 2 だそうです、2。ね、前回のさ、ショールーム来てくれた人覚えてる？私がさ、めちゃめちゃ張り切って、ワニワニやるよとか言って。ワニワニ。めっちゃなんか得意だからみたいな。わかんないけど、なんか前振りめちゃめちゃしててさ、ワニワニ。ワニワニも一発目でさ、やってたの覚えてる人いる？逆に持ってる。え、だよね。ちょっとさ、ちょっとこれは仕込まれたかもしれないから、一回もう一個引いてみんね。絶対おかしいよね。ちょ、もう一個引いてみるよ。まあ、信じられないからね。最悪、よりによってめっちゃ好きな色出てきた、今。ピンクが一番好きなの。あ、また白だ じゃあ結果は、じゃあいっぱいあるってことね、逆に。じゃあちょっと一回書かないとね、記録を忘れちゃうから。逆にすごいって、なんかありがとう、褒めてくれて。結構
慰められた。はい、この今週の結果はこんな感じ。あ、見えてる。今週の結果こんな感じです。今週のってことで優勝者はいおきちゃんとれんかさんの5個です。5個ってすごくない？え、5個？じゃあさ、私のプラス3個引けたってことだもんね。すごいなぁ。二人ともね、5個だから二人優勝者がいるみたいですよ。すごいなぁ。逆になんかね、ワニワニちゃんが結構、まあ、トラウマだったり、なんなりするんだけど、まあいいか。みんながね、笑ってくれてるっていうことで。みんなの笑いを取れて最高ですよ、今日も。ごめん、なんかお昼だからどういうテンションで喋ればいいか分かんなくて。なんか、まあ、とりあえず笑ってくれたら大成功って感じで、いっちゃいますね。そうですね。最近の近況報告をちょっとだけしたいなと思ってて。あ、そういえば一人でできるもの、ハッシュタグ14、川崎桜編は見てくれましたか？見てくれたよって人はコメントしてください。感想なりなんなりを。あー、 I love you だって。嬉しい。可愛いんだよね、このハート。見たよ。お、プリンセスさくら浴衣が可愛かった。充血うさぎさん。そう、あのね、なんかね、飴細工を作って、浴衣を着たんだけど、そのなんか、飴細工を作ったり浴衣を着たりしたんだけど、そのなんか浴衣が、なんかね、話の流れかなんなりでね、ちょっと、すごいプリンセスコースになっちゃってさ、私もさ、本当は普通の、もう古風な日本らしい浴衣を着ようと思ってたんだけど、なんかね、なんだろう。なんか、進んでっちゃってさ、話が。だからなんか、勝手に、その、何？もうさ、なんか浴衣に、それこそ、後ろになんかさ、ドレスみたいな、もうなんか、すごいのがついちゃってさ、恥ずかしくなっちゃって。あんななんか、派手なの着ちゃっていいのかなと思って。だよね、絶対みんなさ、浴衣って聞いてあれ想像できる人多分なかなかいないよね。そうなの。あとね、サクタンめっちゃ目立ってた。だって、うわー、だよね、結構やばいよね、あれ。あ、待って、こうやってコメント出すのね。今いっぱい見れた。じゃあなんか今日さ、コメントがなんかあれだ、なんか小さいなと思ってたらさ、今やっと見れた、みんなのコメント。よかった。早いな、これ。すごい。なんか、こうやって見るのね。だって、すごい機械音痴でさ、全然その携帯の設定とかも変えられない人だから、ずっと初期設定。あ、どうしよう。今コメント欄開けたから、ずっとこんにちはしかないわ。ちょっと待って。一回一番下にスクロールしちゃおう。あ、でも左のコメントは見れるの。浴衣姿似合ってた。嬉しい嬉しい。え、見ようか迷い中。なんで見てくれないんですか？見てください。いっぱい、すごいなこれ。こんにちはしかないもん、まだ。やっぱすごいみんな送ってくれてたんだ。逆か。あ、こっちか。やばい、ごめんね。本当に反対にスクロールしてたみたい。遡っちゃったわ。まあいいや、ちょっと。ちょっとできなそうだから。じゃあ、何の話したんだっけ。あ、そうあのね、飴細工を作ったのよ。で、それでなんか途中まで割と自分じゃない感じにうまくできたの。だからすごいなんかよかったなって思ってたんだけど、そしたらなんか先生のさ、うさぎの目がすごい真っ赤で、
赤くて、私もちょっとそんな感じにちょっとクリクリした目が好きだから、クリクリさせようと思って結構強めにね、あの目を描いてみたんだけど、そしたらなんかなんていうの、もう充血しちゃったの。なんかさ、本当に割とフォルムは可愛いウサギちゃんができたのにさ、めっちゃ充血しちゃってさ、やっぱこういうとこで最後でさ、最後の最後まで気を抜いちゃダメだよって思いながらさ、自分でちょっと突っ込んじゃった。てか待って、すごい早口で私喋ってない？もうちょっとゆっくりにしないと聞こえないか。チャオにしなかったの？確かにね、アメ細工で、いやあれね難しいのよ、アメ細工でチャオにしたらもう顔の余白なくなっちゃうから難しいって。浴衣の癖が強かった。すごい聖徳太子なんで何でも聞ける。おお、すごいな。私無理だな、あの二人同時に喋られちゃうと結構あーちょっと一回二人とも止まってって思っちゃうタイプかも思っちゃう。すごいね、チャオは進化しないの。チャオは進化しません。なので期待しないでください。なんかごめんね、なんかテンションわかんなくなっちゃうあんまテンションわかんないよ。まあそう、オフモードで申し訳ない、ごめんね。なんかじゃあ次、なんかいっぱい話したいことあって、なんだっけな、あそう、乃木坂工事中のさ、知ったかグランプリ見てくれた人いる？ちなみにいますか？いるのかな。まあ、あ、見たよ。そうそうそう。私はさ、なんだっけ、散歩っていうジブリの散歩っていうあれなんだっけ、映画っていうのかな、作品を。なんかその嘘ついてる人を当てるっていうゲームだったんだけど、あ、トトロだ、あ、間違えた、散歩歌だった、ごめんね、あのほんでちょっと本当に笑えないんだけどなんだっけ、あ、トトロか、トトロって題名か、題名だ、ごめんね、なんかトトロだった、トトロね、そう、散歩歌だね、そうだそうだ。でまあその待って、自分で言ったことに結構つぼっちゃうタイプで一番面白くないタイプなんだけど、ごめんね、なんかまあその散歩じゃないトトロね、隣のトトロ、あそうか、隣のトトロか、なんか少ないと思った、その隣のトトロでなんかをの見たことない人当てるってゲームだったんだけど、私ね、待って、すごい面白いコメントを見つけちゃった。ジブリの新作かなって。勝手に作っちゃって大丈夫かな、私。やばいよ。大丈夫じゃないよ。隣の、あ、まもなく15分経過です。そんな早い？どうしよう。何喋って、あ、そうそう。まあ、そのトトロがね、トトロの、その、私もあんまり1、2回しかなくて見たことが。だから、正直なんか、みんながね、嘘ついてたことすらなんか、いやこれって本当なのかなみたいな感じに思ってて、私ジャッジする側だったんだけど、なんか私もうーんみたいな感じでジャッジしてて、でも楽しかったな、なんかでもね全然見破れなかった、やっぱりみんな演技がすごい上手で、あ嘘はついてないか、そのなんていうの、演技っていうのかな、なんか見たことありますよっていう演技をしてたんだけど、なんでそれで回答者がサクターになっちゃったんだろう。それね、それ私もねちょっと思ったけど、なんか嬉しかったよ、任命されて。すごいサクターのデカって来てる。なんかみんなにすごい書道が大事がすごい良かったって、良かったっていうか、なんか書道が大事で折れましたみたいな、この間ミーグリでね言ってもらったんだけど、え、書道が大事で好きになってくれたのって思って、
だってさ、なんかまあ可愛い要素は言っちゃえばない、ないわけよ、初動が大事にね。だから、え、そこに惚れてくれたの？って思って、なんかすごい、世の中ってすごいなって思ったよ、その時に。すごいよね、反応の良さって。あ、真剣さが良かったってことね。なるほどね。そっか、なんか、あー、ギャップ、なるほど、初動が大事にギャップを感じてくれたのね。そういうことか。じゃこれからじゃあ磨いていかないとじゃん、ワードセンスを。ちょっと怖いな。あ、そうだ、待って、いっぱい話したいことあって、あのラジラーの MC をね、今度から10月からかなの貴州州で務めさせていただくことになりました。ありがとうございます。なんかお祝いキラキラしてる。そう、だから私すっごいラジラー大好きで、初回からね、なんかめっちゃ楽しかったなって思い出ばっかりで、初回かな、初めて登場した時に必殺技をもらって、で、その時からもうずっと使ってて、で、なんか私の名前知らなくてもさ、それこそサクタンさんの人だよねみたいな言ってくれることもあるからさ、本当に名前が一人歩きしてるくらい、あちらの、なんていうの、あちらの方の方が有名だからさ、なんか本当にありがとうございますっていう、あの炭酸必殺技にね、必殺技さんに本当に感謝の思いでいっぱいなんですけど、そんなゆかりのあるラジラーの MC をさせていただくということで、すごい楽しみですね。これから2週間に1回っていうことかな、2週間に1回ちょっとお邪魔させていただく形になるので。なんかね、この間も出たんだけど、それこそあの、なんだっけな、なんか自由演技みたいなさ、コーナーが毎回あるじゃん。で、その時に、長谷川さんとペアだったんだけど、もうね、本当に面白いの。私ね、もう次の日もすごいツボっちゃって、一人で。それこそさ、モバメでさ、突然なんか、送っちゃったりしてね、ツボっちゃった内容を。なんか、髪の毛かけた。話中断しちゃったんだけど、で、何の話したんだっけ？あ、そう、社長のね、私さ、結構ツボっちゃって、なんか、見てくれた人にしかわかんないか、でも、その、長谷川さんがね、私の事務所のマネージャーさんっていう役で、でも私はなんかその、長谷川さんが結構、藤森さんにいっぱいさ、私の、なんていうの、仕事をさ、交渉してくれてたからさ、なんかもう頼もしく見えちゃってさ、途中からもう社長呼んじゃったんだけど、それ私も結構気に入ってて、でもなんか後日さ、家に帰ったらめっちゃツボっちゃって、一人で。なんか本当にね、もうただの変な人なんだけど、それこそあの、なんかお買い物してて、エスカレーターとかさ、一人で降りてる中でさ、思い出してめっちゃなんか、本当にね、あの、にやけるとかじゃなくて、笑みがこぼれちゃって、なんかその、社長と、あと、必殺技サブスク制みたいな、なんかその話題があって、めっちゃ面白いじゃん。必殺技サブスクなんていうアイドル、嫌でしょ、だって。本当にツボっちゃって、それが。なんかずっとエスカレーターで笑ってたもん。普通に笑っちゃってた。ねえ、ちょっと気をつけないと、あんまり誰かがいないとこでね、笑わないようにしないと。200円、そう、なんかあとごめんね、見てない人は多分全然わかんないと思うんだけど、もう一個だけ言っていい？すごい面白い話があって、すごい敏腕マネージャーさんなのよ、長谷川さんは。なのになんか、で、なんか、その時の、お給料かな？ 3000 円なのね。3000円っていう話になって、時給かな？なんかちょっと忘れちゃったんだけど。で、その、まあ、川崎の地鶏は手取り200円だ、みたいな言われて。みたいな。その、
炭酸水すら買えませんって言っちゃったもん。だってびっくりだよね、ミーマンマネージャーさんかと思ったら。面白すぎて、またなんかお会いしたいですね。でもいつか会えるもんね、またすぐ。お、スイスのファンです、ありがとうございます。スイスから、すごい日本語よく達者ですね、すごい。ん、待って、これは12時15分に始めたからあと10分。え、あっという間すぎる。あ、あとそうだ、あのスクールオブロックスのあのカキさんがレギュラーで出演されているラジオ番組の、カキさんがお休みの間私が担当させていただくことになったので、ぜひご認識していただけたら嬉しいです。あのカキさんのね、お休みの間だけなので本当にちょっとなんですけど、なんかあんまり私もその学校の制度というものに慣れていないので、皆さんぜひ聞いていただけたら嬉しいです。カキさんのようにその期間はたくさんたくさんのたくさんずっと笑っていたいと思います。すごいいっぱいさコメントしてくれてるじゃん。だからなんかみんなと今話してる気分ですごい面白い。だって3万2千人の方と同時に会話してるんだもんね。2人でも無理ってさっき言ってたのにね。すごいなこれ。コメントをね読みたいんだけど、早すぎる。目にダイヤモンド入ってますか？そんな褒め言葉あるんですか？すごい。この時間で3万人。お、そうですよね。すごい。みんなあれなのかな？お昼の、お昼休みとかに見てくださってるのかな？でもさ、なんか思ったことがあってさ、お昼休みとかだったらさ、周りにめっちゃ人いない？人いてなんかさ、私の見てたらちょっと気まずくない？大丈夫かな？そんなこともない？なんかお昼食べながら読んでくれてるのかな？あ、見てくれてんのかな？あ、数字の集計変わったの？ちょっとまあよくわからない、ちょっとよくわからないけどいっぱいありがとう。今日仕事休み。お、羨ましいですね。隣のテーブルに人いるよ。わ、どうしよう、ちょっとアピールしちゃう、画面うるさくしよう。じゃあ見えたかな。ちょっと待って、45分だからあと7分でしょ。もうちょっとだけいいか。もうちょっと質問返ししよう。あ、宿題やろう。次回、あ、こっちか。はい。次に前回の配信メンバーさんのレンカさんから宿題をやりたいと思います。レンカさんからの宿題はじゃん、見えてますか？コスプレするなら何がいいですか？そうですね、コスプレって難しいですよね。なんかそれこそ多分あのアイドルのお仕事をやってなかったらコスプレをねする機会は多分なかったなって思うので、今までね考えたこともなくてですね、コスプレについてね、じっくり。なんか案ください、案を。 やってほしいコスプレとかあったりしますか？ある？天気の子。私もすごい最近君の名は見たいんだよね。セーラームーンとか。おお、かわいい。いいね。私でも推しの子すごいずっと見てたから、星野愛ちゃん
のちょっと着てみたいなっていうのもあります。エヴァンゲリオンわかる？わかるよ。あのやりたいのあった、なんだっけ、あの綾波レイさん、ロングヘアのやってみたいなってちょっと思う。でも星野愛さんも、星野愛ちゃんのなんかそのスター性すごい惹かれる。なんか踊ってるのとか見てたり、踊ってる姿とか見ててすごいなんか惹かれるところがあっていいなって思うから。あとは綾波はボブだよ。え、なんかさ、なかったっけ、ロングヘアの。あるよね、なんかショートが有名だけどロングなかったっけ。すごいいっぱいありがとう。なんか聖徳太子の作丹だって褒められちゃいましたね。あ、やばい、まったり話しすぎちゃった。次回のメンバーへの宿題を考えたいと思います。いきますか。あ、そうだ、次回のメンバーさんまだ発表できないので架空の誰かさんに今から宿題を書きたいと思います。何がいいかな。なんだろう、なんか秋っぽいこと、秋っぽいこと。今事件が起きました。ペンを倒しちゃったので後で拾いたいと思います。秋に秋に着たいお洋服はありますかにしました。秋に狙っているお洋服っていう意味ですね。すごい、次回メンバーさんが誰かわからないけどこの質問をしたかったのでしちゃいました。ちょっとだけ質問返ししようと思ったけど、ちょっと待って、これ45分前だからあと1分か。じゃあ2問だけ返そうあと2分で終わっちゃう。ああ、そうだそうだ、急げ急げ。サクタン、あ、ね、どうしようどうしよう。あ、スクショタイムね、確かに なんかあるかな、スクショタイム。あとなんかこんな感じ合ってんのかな。はい、ということで、のぎ曜日金曜日惜しくも終わりの時間です。そうですね、あのお昼なのにたくさんの方が見てくださってすごく安心しましたというか、心細かったので最初はちょっと今ほっと嬉しい気持ちです。午後も頑張ってください、応援してます。次回の乃木曜日の配信時間は決まり次第ショールーム公式 X でお知らせします。はい、それでは今日のお相手は川崎さくらでした。バイバーイ、ありがとう。